ワールドバーサスニードプレゼンツ BJJ ウェブ。はい、橋本キアです。はい、ケニューの眠りの森のお姫様ちーちゃんです。はい、ジージスナードライター成田です。はい、じゃあ早速、はい、いきましょう。はい、アンドロールキャンプ総括。はい、アンドロールキャンプ、今回で3度目3度目ですね、ですね、はい、ミューズで、やったのは2度目、2度目になりますね、ですね、はい、1回は、勝浦、いや、鴨川、鴨川だ、鴨川だ、はい、前原会館でしょ。そうですね、前原海岸、はい、でやって、今回やって、この呪術のね、イベント、なんて言えばいいんだろうね、ちょっと特殊なイベント、そうそう、そう、言葉でくくりにくいんですよね、なんかいろいろコンテンツもあるので。キャンプするんですか？そう、あのね、みんなで山登って、ね、あの梨狩りに行ったり、いちご狩り行ったりっていう、そう、え、本当ですか？そういうキャンプやってるんですよ。怖い話、夜キャンプファイヤーやりながら、あのカレー、みんなでカレー作って食べたり。普通のキャンプじゃん。そう、そういうキャンプやってるんですけどね。なわけねえだろ、これ。なわけねえだろ、ミューズでやったって言ってるでしょ、だってミューズでやったって言ってるでしょ、聞いてないの？ねえ、怖いよ大人って。怖い大人、怖いですね。怖い、おい長澤さんでもいい大人だろ、図体でけえ。身長何センチだよ、俺よりでかいよ。本当ですか？何センチですか？67です。俺65だもん。でかいっすね。でかぶつだよ。そうなんだ。ね、そんな長澤さんが言ってるのはどうでもよくて、このアンドロールキャンプ、はい、ね、これ今回やって、ちょっと本当これを何て言ったらいいんだろうって感じだよね、うん、ちょっと形容しがたい、アンドロールキャンプ、アンドロールキャンプというものとして今もうなってる、ね、だから、1階のフロアでミューズでやって、1階のフロアで大会が、大会というか、まあ試合で、大会ではないね、それもそうなんですよね、それも大会ではないですよね、そう、試合があって、団体戦だったり個人戦もあって、はい、であと2階ではオープンマットがあったり、セミナーがあったり、はい、あと、あ、下ではそうだ、あと BJJ ウェブの公開収録、あの大沢健二を迎えて、はい、あとはタクシーの引退記者会見だったり、はい、なんか本当は朝から晩までだよね。そうですね、だって本当、まあ、俺らは準備があって8時過ぎ集合で、やっぱ終わって片付けて出たのやっぱ8時過ぎてたから、ちょうど12時間俺らは、はい、で一般参加者の人たちは9時10時かな、11時から説明会が始まって、12時からまあ試合と振り回す。サトシ君がね、あの寝坊しましたから。いや、前の日にね、飲み歩いて、はい、朝まで飲んじゃいましたね。そう、次の日あるっつうのに、ね、朝まで飲んじゃう、そのね計画性のなさ。しかもカプセルホテルがあったのに。そう、そこまでして、そこまでしてんだったらもう寝ないで来いよっていうね。そうっすね、そう、カプセルホテルで風呂入ってそのまま出てくれ、以上さっぱりして。いやー、びっくりしました。ネトバスっていうね、そういうのもありましたけども、はい、そんなアンドロールキャンプどうですか、サトシ君。いや、盛況でしたね。なんかもう参加者も、あの代々木の規模から考えればパンパンぐらいの。そうそう、ね、今まではクローズでやってたんだよね。あの、そうですね、限定団体というか。そうそうそう、アンドロールキャンプのね、あのそこのサインアップした人じゃダメだったね。今回オープンでやったから、いろんな人が来て、はい、で本当もうで参加者も60名だ、前回が40だよね、だから5割増しと、はい、いうことで非常に多い。だからもう今回も1回2回同時開催みたいな感じでね、やって、はい、もう常にあのミューズの中で何かしらのイベント行われてるみたいな感じで、だからフェスみたいな感じだよね、うん、あの徳川ステージ、うん、関ヶ原ステージみたいな、あれみたいなもんよ。なんだっけあれ、関ヶ原アイドル合戦だっけ。だとティフで言えばホットステージ、スマイルガーデン、見てる人絶対分かんない、スカイガーデン、なんだっけ、スカイステージ、で、あのホットステージ出るにはどうすればいいんだろうみたいな。ホットステージがメインですか。メインで、ケニューは、あ、ホットステージとスマイルガーデンがツートップだよね、どっちかというと。スマイルガーデンもなんですか。スマイルガーデンも結構あそこで結構ね、あの野外だから伝説が起きるというか、あのサイリウム投げが起きて問題になっちゃったりとか、あのビッシュが、あ、ビッシュだ、ビスがあそこで大暴れして出禁になるとか、はい、結構いろんな伝説があるのがスマイルガーデンなのよ。ケニューも1年目の時出たよね。あ、2年目だ、2年目の時出たんですよ、一番いい時。何も問題なく、滞りなく、そう、滞りなく。その時のケニューにはね、あの北条さんが出ないっていうこともあったけどね、ビクセス、ケニューが並んでて北条さん出ないみたいな。
なんだこれみたいなのはありつつでそういうあのいろんなイベント、まあ、経営というかそのアンドロールキャンプは下と上だけだったけど、はい、あともう一箇所くらいね あればね、そうですね、ちょっとまた違うよね多分ね、まあそういうところで座学やったりとか、あそう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 、お話コーナー生質問箱そこで聞けば、じゃこれどうなんですかっていう、サロンで恋話、サロンで恋話ができるかもしれない。あそれもちょっといいかもね、次回ね、うん、そうだってあのやらない人もいるわけじゃん、来たけどもちょっとスパイやって疲れちゃったから、じゃあ体ちょっと動かすだけでいいかなみたいな人もいると思う、うん、あ外だったらできるよね、外の休憩コーナーね、あーそうですね、お茶飲みながらね、そうそう、冬だったらしんどいけど、あったかい時だったらいいね、まあ最悪離れて磯丸水産とかで、磯丸水産か、あの一軒目酒場で、ね、一軒目酒場でやっちゃってもいいですし、そう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 、コーヒーじゃねえ、あのダイエットコーラを飲みながらっていうのもいいかもしれません、まず串カツ食いながらねそれもいいかもしれません。まあそんなアンドロールキャンプやりました。俺も今回あの俺顧問なんだね。あいや僕もそれ終わって来てきました最後で、俺顧問なんだよね、だから俺顧問と言いつつやっぱあのみんながやってるところに、だ俺がちょっとなんて言うか、そんなにアイデアを出し合ったりっていうのはなかったから、うん、次回とかもうちょっと、やった方がいい、うん、あの気づいた点とかもちろんフィードバックとかしてるんだけど、はい、そういうのもうちょっとあの深く関わっていけたらいいなと思いますね。でやっぱこのイベントって他とはないじゃん、うん、でやっぱりそれを平川さんだったり中里君だったり大和さんだったりっていう人たちがいろんなことを考えて交渉をしようってやってるから、うん、でそこで俺が行って、ね、あじゃあこうですこうです、あじゃあこうしましょうよっていうのをやっていけばまたより良く なると思うからね。これ本当 ここにこのならではだよね。いやなんか単純なイベントなら、ね、やろうと思えばできるのかもしれないんですけど、そう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 、こんだけスポンサーもいろいろ集めて参加賞とかね、参加賞もありましたし、そ各そのスポンサーから、あとまあ人ももう結構集まってきた人もバラバラじゃないですか。そう。タク君いて、ビンビンも。ああ、そうね。あ、そうだそう。この中でそうだ。大沢健二は、BJJ ウェーブのゲストとオープンマットに参加、はい、BB メイとタク石井がセミナーに参加、あと大賀さんも来てくれて、まあ、ちょっとあのプライベートレッスンみたいなのもありつつで、井上さんも井上和弘ワールドチャンピオン、あの IBJJF ワールドマスターと SGIF のワールドチャンピオンが、はい、統一世界王者がね、うん、参加してくれていいと思いますよ。充実してたと思いますね、はあ、よかったと思いますね、はい、でこれはねあので参加費3000円とかだよね、そんぐらいだったと思いますね。多分本当朝から晩まで一日楽しめだから、うん、いつも言うけど試合ってあのまあワンマッチだったらそれ試合勝ったら負けたら終わりじゃん、うん、で多かったとしても解禁も差別やって、解禁も差別やれば5試合6試合とかあるかもしれないけど、それでまあ 2,3 時間で終わるじゃん。けどこれは3000円払って本当朝から晩まで楽しめるじゃん、はい、試合やってでスパーリングやって、うん、セミナー受けて BJJ ウェーブ聞いて、じゃあお土産もらって帰るみたいな、うん、これいいよね。ちょっと呪術版のフェスだよね。で Facebook で友達も増える、友達増えるやつ、いや何々ですみたいなありがとうございます、申請しますねみたいなちょっとそれやってたもんねそういうのもね、いいと思います、本当これは、はい、でまあそれで違った道場の人たちが来るから、で試合だったらそこで終わって、じゃあお疲れっすって終わっちゃうけど、うん、そこでじゃあ試合もやったけど、じゃあちょっと上でもう一回延長戦やりますかみたいな、もう一丁、ね、フリーマットでできますもんね。そうそうそう、そういうのもねあると思うし、うん、そうすればねあの仲も深まると思うし、はい、いいんじゃないですか、これ非常にあの本当独自イベントとして、いやなんかもう今年定着した感がありますね、まあ、そうですね、定期的に開催されて、そうそうそう、で来年だからまたアンドロールキャンプもやりつつ、1回目アーバンピクニックだよね、アーバンピクニックで2回目がオーシャンパラダイス、今回がジャムバイブスで、4回目がね、あのまたミューズなのか、うん、あのまたミユーでやるのか、別の会場があるのか、山なのか、それこそキャンプがあるかもしれないですね。そうそう、カレー作ってね、俺山登りは嫌ですけどね心臓痛くなっちゃいますからそうですね、あけどあのね、けど春先とか夏だったら、うん、あの野外はいいかもね、やっぱフェスって野外じゃん、うん、うんうん、そうですね、野外にマット敷いて、そうそう、マットはあるからね、はい、ともかくちょっとこれはまた次の企画はまたあの提案したいと思いますね。はい、そんなアンドロールキャンプでした。はいはい、はい、続きましてワールド農技結果、はい、でこのワールド農技からまずワールド農技っていう表記がこれ正しいのかどうか、農技ワールドなのかワールド農技なのか、世界農技はだけはねえなと思うけど、はい、ワールド柔術
IBJJF 農技チャンピオンシップということはワールドノーギなんですか。ワールドノーギ、まあ、順番的に言えばワールドノーギですか、ね、けどなんか農技ワールドとか農技ワールドって書いてる人も結構いるんだよね。でワールドっていうのが要はムンジャルのことじゃん、英語版でムンジャルの農技だから農技ワールドがしっくりくるけど、農技ワールドの農技版、ワールド農技っていう人もいるし、あ、農技ワールドっていう人もいるし、どうなんでしょうかこれは。だからこれ統一のあれは統一というかないんですかね。ないんだろう。農技ワールド、ワールド農技どうなんでしょうか。世界農技つける。世界農技だけは、ね、農技はなんか変でしたけどね。そう、別にだって世界をわざわざワールドっていうのは長澤さんだってわかるでしょ意味。ワールド。ワールド。世界。でしょ。長澤さんでわかるんだから世の中のみんなわかると思いますよ。あ、フローとかだと IBJJF 農技ワールズ、ワールズになってます、ね、あ、そうでしょ。で農技ワールズ、あ、じゃあ IBJJF サイト見てみて。 IBJJF はもうなんかのフル、うん、フルで書いてますけど、その時なんていうの、ワールズじゃないでしょ。あ、いや、のワールズじゃないですね。ワールド、ワールド、ワールド充実農技チャンピオンシップ。で、そうなんですよ。でそれがだってそこのワールドのところがパンになったりしてるわけじゃん、はい、アジアになってたり。いやー、どうなんですかね。まあ、フローはノーギワールズ。いや、俺はワールドノーギだね。ワールドノーギ。さあ、これ、だからそれを書くと、うん、カタカナ表記にすると結構変わってくるじゃん。うん、ワールドに S がついたらズになるわけじゃん。はい。どうしたらいいんですか、これ。長田さんどう思いますか。なんでもいいんじゃないですか、ね。そうなんですよ。大会名は、大会名があって、その大会は、いや、みんなが何呼ぼうが、大会は大会じゃん、はい、だムンジャルなのか、ね、ワールドなのか、世界柔術なのか、はい、世界選手権なのか、世界柔術選手権なのかってなるけど、まあ俺ムンジャルでいいだろうと俺もずっと言ってたけど、はい、だその大会にの呼び方はどうあれやってることは一緒だから、うん、けどそれがあの故障した時にワールド農技、農技ワールド、え、どう違うの、いや同じですよって言うんだったら、うん、統一した方がいいよね。とりあえずあの橋本喜也系メディアとしては、橋本喜也系メディアとしては、じゃあワールドノーギでいいですか。ワールドノーギ、ワールドノーギにしましょうか。じゃあワールドノーギ、まあ、今までそうでしたもんね。そう、ワールドノーギ、俺はね、はい、いや、ノーギワールズって書いた時もあったかもしれないな。表記の揺れは致し方なしと。じゃあワールドノーギにしますね、はい、じゃあそのワールドノーギの結果です。そんな結果、はい、日本から出た人で、はい、最高位が黒帯準優勝の、橋本くんですね、はい、カルペディエムと。そうそうそう、決勝戦がだそのカルペディエムの、今回カルペディエム所属出てんだよね。今回そうですね、カルペで出てます ね。でこれも、はい、あのなんか所属を変える変えないとかなんかいろいろあって、うーん、で日本でやってる時ほらあのブラザージャパンからか出たよね、はい、でアジアの時、ね、そのムンジャの時は普通にカヨテハーソシエーション出たよね、はい、でそういう風になりつつ、今回のカルビディエムで言って決勝戦でカヨと当たって、うん、まあアドバンテージされて負けるっていうのもあったんだけど、はい、だクローズアウトってことなかったんだね。いや、そうですね、1回くらいさクローズアウトして、あ、けど所属が違うからクローズアウトできないのか。ああ、そうか、どうなんだろう。1回くらいカヨもさ、橋本君にさ優勝を譲ってるのにね、うん、あんだけ散々パラさ優勝してんだからさ、1回くらい上げたっていいじゃんと思うけど、うん、そこはやっぱり譲れないんでしょうか。そう、譲れないのか、まあ、そんなのいらねえって言って橋本が突っ張れたかもしんねえし、うん、お情け優勝いらねえよみたいな、うん、そんなこともあるかもしれないけど、まあ、そこで準優勝で、準決勝で、はい、澤田信弘選手と橋本智之の、はい、要は今トライフォースとカルペディエムの代理戦争、準決勝でやってたんですね。やったんだよ。へえ。橋本選手勝ち、はい、でその時にだけ、ね、あの俺質問箱でもさ、トライフォースあのカルペディエムだろっつって、そこがなんかすんげえなんか対立みたいなんだけど、そんなの考えてねえじゃん、うん、多分会場行きゃだってあの二人で喋ってると思うぜ、うん、まあ関係ないでしょうね。いや、そう、俺なんかカルペディエムよりトライフォース好きじゃねえみたいなキャラになってるけど、なってますね。なってるよね。そうなんだって思いましたもん、うん、別にそれならそれでいいけどさ、まあ、確かにトライフォースの友達いないんだよね、新見君以外。ね、友達呼べる人、そんな清水さんも今回は座談会に来てくれねえし、いやもう友達じゃないです、知り合いです。知り合いです、清水君はね。よく昔はねモカピにエールをしてくれてたんですけどね、もう最近ないですから。そうモカピいなく、泣き今、モカピいないですよね、泣き今もエールもしてくれないですよ清水君。でそんな代理戦争があって、はい、橋本君勝ち、海洋とやって、そう、あとあの竹内正史さん、エクストリームの、はい、
の代表も出られて1回戦あ、3人とも予選で2敗かな。うん、あと伊藤健一選手も出て、はい、マスター3で出て初戦敗退、あと、JLT ジュートリーガル東京の去年の2位の、はい、ランキング2位の坂井選手、1回戦勝って2回戦敗退って感じでしたね。あとアンディ・トーマスが出てたね。アンディ・トーマス、そうですね、多分階級では試合がなくて、うん、無差別で2位っていうことは決勝戦で、決勝戦誰ですか相手。まだ OB、 OB で出てますね。決勝の相手が、決勝の相手マテウス・ホドリゲス・デ・ソウザ・アトス、マテウス・ソウザ。じゃあそれに負けたんだ。じゃあ見せて、本当に見るんですか。いや見ないですね、勘で読みました。全部英語ですよ。当たり前だろ、俺英語喋れるの。俺英語喋れるの知ってるでしょ。これ声攻めてましたね。そうだ、いつも喋ってるよ。長澤さん最近英語喋れないんですか。もう1位ですか。日本語も怪しいから、長澤さんもごもごしやがって、ね、黒帯のルースターの優勝がカヨテハ、はい、で準優勝が、ね、橋本くんで、ライトフェザーの優勝がジョン・ミヤオで、準優勝がルーカス・ピニエロですね。で、フェザーの優勝がケイシーニョ、準優勝がパブロ・モントバーニで、3位にあのジアニなんだね。ああそうですね、ジアニ、ジアニとパブロ・モントバーニがやったのかな。ちょっとその山見てないと分かんないんで、ライト級の優勝がヘナート・カヌート、ヘナート・カヌート来ましたね。 AJ に勝った、 AJ に勝ちましたね。でホドルグ・フレータスも3位に入ってるあたりがまたで、ミドル級優勝ジョシュ・ヒンガーで、準優勝フェリッペ・シューバー。フェリピ・シューバーってあれだよね、あれも出てたよね、あの SJIF のワールド。あ、出てたと思います。あれがそうだよね、ユニティかなんかだった、はい、ユニティ名前。3位ダンテレオンで、同じく3位にマイケル・リアル・ジュニア、やっぱ来てますね、新世代がやっぱ来てるね。ダンテレオンがだってこ あのワールドっていうその冠の大会の表彰に入ったのは初めてじゃない、黒帯で。でミディアムヘビー優勝キーナン、準優勝ムリル・サンタナで、ヘビー級優勝アルマンド・オリベイラ、準優勝ホベルト・トラブラス、知らねえ、ヘビー級は知らないですね、この2人で。スーパーヘビー優勝がルーカス・バルボーザ、え、スーパーヘビー出てんの、スクスクとスクスクと育ってますね。で準優勝ジョン・アシスで、同じくさで3位にエリオット・ケリーも入ってますね。エリオットもね、あのやっぱノーギーの方だとやっぱレスリング力が使えるから、あの入りますね、エリオットさん。でウルトラヘビーで、サイボーグ、準優勝ガブリエル・ホシャで、3位にジャレット・トップ入ってますね。で無差別で優勝がルーカス・バルボーザ、ダブルゴールですね。で準優勝が、ジョアン・ガブリエル・ホシャで、3位にジャクソン・ソーザと、キーナンということは、キーナン対、ジョアン・ガブリエル・ホシャだったんでね。でジャクソン・ソーザ対ルーカス・バルボーザで、ルーカス・バルボーザが取ったと。なるほど、これもまた なかなか興味深いところありますね。で女子の、ライトフェザー優勝パトリシア、ライトフェザーにパトリシアが入って、フェザーにアナタリータが入ってる、はい、フェザーなんですか。ああじゃあ上げた、え、こいつフェザーだっけ。ライトフェザーじゃなかったですけど、ね、え、呪術だとライトフェザーだけど、あそういうフェザーだとワンマッチだからこっち行ったみたいな、減量しないで、はい、あんなチャイチーのやつがフェザーなんだ、うん、でライト級優勝がジェナ・ビショップ、え、ニコリーニ3位、え、じゃあジェナかフェザーのどっちかで負けてんだ、かつてのワールドチャンピオンが。ニコリーニさん、ニコリンでさ、やっぱもう味噌汁も半ばでついに王座が陥落ですか。ニコリンさん頑張ってほしいですけどね。ねえ、パイオツ海底のバツイチのニコリンさん、はい、ありますね。でミドルが、ラケルさん、で準優勝キャサリンペヘット、あの内山さんとムンジャで戦ったとおなじみ。あで3位に、ヘナータマリーニョですね。でヘビー級優勝ジェシカ・オリベイラ、人妻ですよ、はい、ジェシカ・フラワーズ、キューフラワーズ、はい、で準優勝が、アナコルデラ、これグレシバ波動車がクローズアウトしたのかな、うん、
で3位にマリア・マリシャ塾、これあれですよ、アブマ・バルボーダの奥さん、人妻が、この4人のうち3人人妻ですよ、はい、ジェシカだってあいつの奥さんでしょ小さい人のそうみんな人妻じゃねえかよ、人妻頑張ってんだ。で無差別優勝が、だ無差別もジェシカが優勝、準優勝がアナローラ・コルデーロで、3位アマンダ・ローエンで、3位にタルタ・アレンカー入ってますね。ということで、その黒帯の方もなかなかちょっと、だからそう考えると、あのムンジャルチャンピオンとかムンジャルの表彰のレベルの人たちが出てないよね。ブルーのマラワシリン出てませんとか、あのダニエル・ベレーザ出てません、コブリーナ出てません、ハマ出てま、あ、まあ、ハマも引退したからあれだけど、であれも出てないし、あのマルシーニョ、あいつも出てないし、結構出てないよね。まあ女子もそんな感じですもんね。そうだから、そのやっぱムンジャル技の大会の表彰台レベルの人たちがごっそり抜けてるから、うん、優勝レベルが出てないから、でナンバー2ナンバー3の人たちが入ってきたりする、うん、だからルーカス・バルボードなんだ、あのその最多の例でしょ、まだ表彰台に乗ってないでしょあの人は、うん、ベスト8勢みたいな、そうそう、そこら辺の人たちがどんどん上がってきてるから、はい、ちょっと新鮮な顔ぶれが出てるよね、うん、っていうのもあって、あんまり日本から行く人も少なかったよね、うん、だってムンジャルだったら10人20人もっと10人20人どころじゃねえ、いといるんじゃ3、40人はいるよね、はい、それが、ね、全部の帯合わせてだって5、6人ってことだもんね、5、6人まで行かないくらいかな、うん、多分まあ把握できてないだけなのかもしれないですけど、そうそうそう、あんまりでも聞かないですもん ね、なんかその結果というか、そうだ、俺もね、あの日曜日の朝、はい、じゃあ月曜日の朝か、月曜日の朝が、2日目、そうそうそう、だから、はい、あの本当沢田対あの橋本と、はい、あと橋本対海王はあの生で見てたけどね、あフローグラップリングなんて金払ってっけどさ、はい、年間いくらだあれ、1万ちょっと1万3、4千ぐらいですけど、本当ログインしたのなんて ADCC 以来だよ、3ヶ月いっぺんだよね、まあ、けどそうやって見るよりは全然いいよね、ありだよね、はい、あとあのアーカイブがあるんで、うん、まあ、それで遡っていけるっていうのも結構楽ですね。そうそうそう、すごいそれはいいと思いましたね、うん、という感じのワールドの儀、はい、ね、さとし君見ましたか。いや見なかったんです僕らが、もう結構その金曜日の飲みの二日酔いが、酒優先ですからね、さとし君二日酔いがひどくてですね、だ土曜日にアンドロール終わってから、あれ違う、日曜かな、日曜の昼かなんかにちょっとあの、うん、ちょっとだけ見ようと思ってみたらもう終わりで、うんうん、ちょうどあのエリオットの無差別の試合、あそうだね、あの16時間差だからね、エルエットはね、でそれがまあエリオット負けちゃって残念的な、残念的なやつでしたね。なるほど、あとあれですかね、デビッド・ガルムか誰か出てました、あデビッド・ガルム出てた、どうだったんだろう、デビッド・ガルムでも負けちゃってましたね、本当、はい、デビッドもね、でまあアダルトだからね、あんな面してまだ27歳ですからね、おっさんがおっさんずらしてる 20代だからね、デビッドギドチンで攻めてましたけど、攻めてます、攻めてます、はい、残念的な、はい、はい、そんなワールドの奥義でした。はい、はい、続きまして内芝ミューズに、内芝ミューズに、はい、でもこのね、ホットな昨日です、昨日、ね、内芝正人選手、はい、元オリンピックのゴールドメダリスト、はい、金メダル、あ、前した人ですか、うん、そう、来ました、代々木にチャイチーでした、全然ちっちゃかった、お意外とちっちゃいなみたいな、160前半ぐらいのことですかね、すごいよね、多分ちっちゃいで、であの体重的には今ライト級って言ってたけど、この間まで80キロぐらいまであったんだけど、今落として76キロって言ってたから、でそれで今週末の、はい、エースエイジフトマウのジャパンカップに出るっていうことで、はい、で最終調整みたいな、最終調整ですが、うん、まあ、ちょっといろんな人と手を合わせたいということで、はい、来てくれました。でそれで、まあちょこっとあの内場選手ミューズ来るよって、もともとミューズなんて来ないと人いないじゃん、うん、3人とか いなかったらまずいなと思って、結構呼んだらすっげえいっぱい人来ちゃって、はい、すごいいましたね、内場とやったるみたいな感じで、はい、そういうふんがふんがしてる人たち来てやったんですけど、まあ、内場選手がちょっとちょっと負傷箇所があるってことでね、あってあんまりスパーリングが参加できなかったけど、それで生内場を見たという感じで、うん、ちょっと練習も見たけど、まあ良かったですね、あのこういう感じなんだってのちょっと思ったし、練習はでもエジソンさんが指導してって感じですよね。そうエジソンがだって袖持って襟持ってこれをこうやって切りますみたいなやつだけど、内場相手にそんなの言う、柔道の金メダルだよオリンピックの
その人に柔道の襟とこれ袖を切るときこうやりますみたいなこと言って内島さんもやってたからね真顔でこうやってこうやるとこう切れますみたいなことやってて知ってるよと思うじゃんって思うじゃん。柔道のオリンピックの金メダルの人だよ。しかも2回 ね、その人に襟と袖こうやって袖を持たれここ持たれたときはこうやって切れますからみたいなクラスだって知ってるよと思いながらもう真面目に見てみんなでやってこうやって一緒になってやってんだよ。あれ偉いよね。あれですか、やっぱルール違うんですかその袖。いや全然一緒でしょ。一緒ですか。やっぱそれ襟を持ってるところをこうやって こっち引く段階こうやるといいよみたいな内島分かってるよ、ね、すごいバチッみたいなバチッと落としながらね切る時でエリソンがエリソン先生が教える組手争い襟袖みたいななんだろうと思いながらやってました。エリソン先生も偉くなりましたね。そういやいや、ね、いや内島選手を教えてたわけじゃないよ。みんなクラスやってそ、ね、それを内島さんもみんなと一緒にやるみたいな。個人かと思って。いやいや、そんなこと言ったらお前何言ってんだよってなるよね。けどうちだけどそうけど内島さんが来てるって言うんだったら別にあの今内島さんにねあの教えた方がいいことクローズガードの切り方だったり、うん、あまあ柔術的なそう、はい、そこの教えた方がいいんじゃねえのかといきなり立ち技始めた時にこの手を持たれたこれ内側からやりますみたいなで手を出してきてそれ払いますみたいなこと やり始めてこいつは何なんだろうお前なんだと思いながらかごはら先生そっからは何かあったんですか。そのいやそれで終わりだよ。でそれで終わりじゃあスパーリングやりましょうみたいなグーみたいな今日のそのテクニック必要だったのかな内島さんにみたいな。あじゃあちょっとスパーリングの時間早かったですね。そうスタートがちょっとね前倒しというかあのかごはらの野郎が、はい、またねブラジル人特有のあれであの遅刻してきやがってどうも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 子供とあの嫁さんとまで連れてきちゃってああ僕あれ誰かと思ったらあれ嫁だよ。あれいつの子供がまた全然愛想悪くてよあのアイスリボンの近くのタイ料理屋の人たちがそう全然違うよ。隅っこの方でなんかずっとゲームやってるみたいなあの子供が愛想悪いんだよ本当に。なんだこいつっつって人見知りなんあんなつねえのかって、ね、普通こんにちはとか言うだろう子供そうですね。そうすればガムでもあげんのにガムがきっとかったか分かんないけどそうですね。いやーでもそんなのもありつつ、はい、でだからいつもちょっと遅れてきたからちょこっとウォームアップみたいなのやって、はい、テクニックやってすぐスパーリングみたいなってなってでスパーリングでもまあちょこっとやって見てましたけど内島さんもスパーをじゃあちょっと2本だけやってみたいです。俺1本目しか見てないんだけどでまあまあそうですね、まあ、まあ練習のことはまあ何とも言えないですけど、うんまあ、けどまああのだけどいやその練習云々じゃなくてああいうふうにエジソンのしょうもないやつでもああいうふうに真面目にやってるってことは、うん、柔術に真面目に取り組んでるっていうこと証拠じゃもう知ってるよみたいな、まあ、誰だと思ってんだ俺を内島だぞっていうのはやらないのがしかも立ち技なのに、はい、あれは偉いよ。あれ偉いと思いますよ。でこのねあの前科持ちだなんだかんだっつってプンスカしてる人いますけど、はい、もう終わってんだからさ、うん、もうそこで一回リセットして新たなスタートを切ろうとしてんだから別に応援してあげればいいんじゃないのって俺は思いますけどね、うんまあ、どうですかサトシ君。そうですね、なんかでもちょっと僕も遅れていったんでもうすれ違いだったんですけど、すれ違い通信ですよ、はい、すれ違い通信だったんでなんかスパーとか見てみたかったですね。結構なんかもう本当にエジソンさんもそうだしスローさんとか、うん、でレイヤ君とかいろいろいたじゃないですか。そうそう、だからみんなちょっとあのやってみたいっていうのはやっぱあったんだろうね、うん、でみんなあのクラス終わってじゃあの先帰りますみたいになった時に写真撮って帰るみたいな、スローさんも撮りたいけどちょっと言い出せませんでしたみたいな何ひよってんだよみたいないやちょっとな携帯持ってうろうろするみたいなバカじゃねえよ、だからこれは余裕とも撮りたいっつって撮らせりゃバカっつってあいつ何なんだよみたいなそういうのもありましたけどね、はい、まあ内島選手なんかそういった意味でもあのちょっとあの練習も、まあ、もちろん見れたのもいいけどその練習の姿勢が見れたのがいいよね。うん真面目にやってます、だから本当にもうあの柔術を一からっていうことをやってるから、はい、非常に良かったと思いますね。また来てくれるそうなんでその時にはまた次は俺が相手してやろうかなと。
大丈夫ですか。いや、心臓が心臓が危ないですよ。なんか左手から出血してます。そうそう、ほらもうこんなになってるから。え、なんでですか。これがカテーテル検査でここから砕いてて。そんな手前から入れるんですか。そう、すんげえ。だから昨日ちょっと物持ったらズキッとしたからね。激痛走りましたから。そんなできるわけないじゃん、内柴選手。いやー、こんなんでブチッて切られたらここピシュッて出るよ。本当に動脈なんだから。動脈から血が出るよ。エヴァンゲリオンのさ、ここら辺からプシューンみたいな、あのイメージだったもんね。だ、動脈切れちゃうんで危ないんだ本当にみたいな。自転車も乗られないでくださいって言われたもん。あ、そんなの。自転車でこのままでバチンとかなって、とかになったらピシャーってなるから大変なんだ。ほら手首切るじゃん、自殺するとき。大丈夫、手首リストカットのあってない大丈夫。たまにいますからね。そうそう、いますよね。俺で何人かいましたよ。僕もありますね、リストカット。そう、しっかり見るから、え、なんで切ったのって言って、いや、1人になると切っちゃうんですみたいな。結構女子プロレスラーが多いですね。だからリストバンドしてる選手はちょっと要注意ですよ。あれをね、見た方がいいと思いますよ。あの、まあ柔術でちょっと指先のテーピングみたいな感じですか。そうそう、いや、もうそれともまた違うかもしれない。手首にだいたいそういうのもあって、じゃあ次こそはね、自らやって試してみたい。柔術黒帯どんなものにするのかと思い知らせてやろうかなと。金メダリスト相手ですか。そうだ、ヨーロピアンのチャンメダリスト今日持ってこようかなと思ったけど、どこ行ったかもう なくなっちゃいましたよ。もうそりゃそうだよ、エアコンのリモコンすらないんだからさ。ヨーロピアンのメダルなんかどこ行ったか分かんねえっつうんだよな。はい、そんなこともありました、はい、内柴選手のミューズの練習こんな感じだったよっていうのをお伝えしました。はい、はい、続きまして、はい、続きましてラスコン第3次締め切り間近。お、はい、このね、来年の1月14日に台東リバーサイドで行うコパラスコンチャス、はい、締め切りがですね、12月の23、金曜日、祝日の金曜日ですね、はい、あ、違う、土曜日ですね。ということで今週末ということでね、まあ、第3次締め切りが終わった後はもう年明けの1月4日でしょ、最終締め切り確か。あ、第3次締め切り、すみません、22日の金曜日。あ、じゃあ週末だ、はい、もう今週末ですね。このね、バチッとね、宣伝しないといけない。もうやっぱね、はい、去年がすんげえ出てこれやべえって言ったけど、今回全然やばくないですね。あれですか、あの柔道場でこれ一面でいいんじゃねえかっていう、1フロアでいいんじゃねえかって、もう1フロア丸々空いてるぞこれって言って。どうなんでしょうかこれは。あ、え、じゃあアリーナもあるんですか、スペース的に。あと、あの武道場と柔道場を2フロア借りてるんですよ。ああ、なるほど。だから、あの前回去年と同じで2フロアでやろうかなと思ってたけど、はい、なかなか意外とコンパクトにまとめられるかもしれない。コンパクトで、そう、こんなもんなんですか。やっぱ1月14日で早すぎたんですか。まあ、いや、ちょっと年明けまだお正月気分っていうのもあるかもしれないですね。でもそういうのもあるのかな、ちょっと少ない。どうなんですかね、学生だと試験とかそういうのがあるんですかね。だから始業式直後に試験なんかあるの。1月の末にあります。末とかですよね、センター試験。いや、あの期末試験みたいなやつとか。本当ありました。もうそんな昔の話全然覚えてないけど。あ、そうなんだ。そこら辺のあれがもしかしたら。いや、だから去年に比べて全然少ない。でスーパーファイトこんな組んじゃって。はい、でもその分スーパーファイトも充実っぷりが。予算的には大丈夫ですかこれ。まあこれ俺の大会じゃねえから別にいいんだけどさ。あ、ケニーさんもまあね、いろいろ釣り道具買うぐらい。そう、じゃあけどこれで人いっぱい来れば長澤さんを呼ぶ予算があったのに。あ、これ長澤さん出番ないですね。ないですね。ないと思います。全国の長澤ファンが今ため息ついてますね。ため息ついてますよ今、うん、携帯の向こうで。携帯で見てない。携帯で、あ、携帯で見るんだね今みんなはね。がっかりして車止めてる方もいるかもしれないですね。本当ごめんね。ね、そういうのもありつつね。で、そんなんでまだまだね、参加者募集してます。でスーパーファイト、ね、もうあのこの間の、前回も配信あの紹介しました。今回改めてね、黒帯のスーパーファイトで、アンデルソン高橋対これね、あの今回のテーマはチームラスコンチャス、ラスコンチャスがスポンサーする選手対その他っていう感じで、はい、スポンサードする選手たちのスーパーファイト組んでます、はい、ということで黒帯でアンデルソン高橋対トーマス、はい、トーマスの黒帯デビュー戦はこれですからね。まあ国内初、国内初デビュー戦。あ、そうだ、国内デビューだね、はい、凱旋帰国というか、これもいいんじゃないでしょうか。で、脳技でガジャイモと森部選手、後藤拓磨君、そう、はい、
でガジャミこの間の東京国際、はい、も、ダブルゴールしてましたね、チャオビで。でガジャミもなかなか黒帯になっても良そうなんだけど、まあ、全然チャオビということで、でその中でチャオビのトップ、はい、トップ中のトップ、アジア王者モリベですよ。アジアの2回戦負けの後藤対アジアの優勝のモリベ。でこれ充実やったらね、もう歯が立たないかもしれないけど、で脳技だったら俺も勝つぞということでね、勝ちしか考えてねって言ってたけど、はい、大丈夫でしょうかガジャミ君ね。頑張ってほしいですね。そうですね、またずんだ餅持ってちゃんとお金払ってますからね。はい、じゃあそれで紫のスーパーファイト、これが今回ここでお伝えするのは初めてです。イゴール田辺対アンディーコング、このアンディーコングがアジアの青帯で優勝して、紫になりました。でアンディーコングっていう名前でお笑いをやってる吉本の芸人ですね。で吉本の芸人って5000人とかいるんでしょ。いやいますか、僕が行く指紋屋にもいますもん。そうでしょ、はい、アルバイトの女の子で。そうだから、それだから、まあ、吉本の芸人っていう、ただね、言ってるだけで、なんかお笑いでなんか実績あるかつはないと思うんだけどけど、ウエイトもやって、柔道やって、柔術もやってっていう感じなんで、はい、で、これイゴールと初対決、まあ、もちろんそんな初対決だよね。で、イゴールなんても国内トップ中のトップじゃん、紫で、うん、と、この100キロぐらいあるから、これとやってどうなんだっていうところはあるよね。あ、はい、まあ、イゴールがこの選手とやってどうなのかっていうのもそうだし、アンディーコーンが一発かましたるっていうのがあるわけじゃん、うん、まあ、レイヤ君とでも練習してるんですね。そう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 、だからね、これはこれでいいと思いますよ。イゴール対このアンディーコングのスーパーファイト、はい、こちらの方もお楽しみに。そして飯島貴之対ケビン木村ですね。これもノーギー、サベージ来ますか。サベージ、これプロファイターですからね、サンディエゴ強いのかな、ボクシングみたいですね。そう、 MMA の選手です。一本勝ちしてますからね、ブラジルで。そう、ブラジルでね、ブラジルで勝ちました、黒帯相手に。そうだから、このね、ケビンとやってどうなんだと。ケビンもね、ブクブク太ってますけどね、85キロですよ。85キロも落とせるのかどうか。まあ、でもサベージもちょっと太り気味ですから、ね、逆に85キロでよかったんじゃないかっていうのもあるけどねでこれもだから MMA ファイターだから、サンディエゴからこの試合のために帰ってきますからね、特別参戦的な。そう、それも凱旋帰国、凱旋帰国ですよ。海外からの凱旋帰国でこれやりますからね。サベージ対ケビン、これも、これはアシカンフリーですね。で柔術では青帯の飯島くん、紫帯のケビンと、アシカンフリーだから、 ヒールホールドがなしかな。いや、ヒールホールドあれです、アシカンオールフリーなんで。あ、じゃあ外掛けもあり、外掛けあり。あ、外掛けわかんない、ちょっとこれはちょっともう一回調整しますね、はい、けどヒールはありです。だから飯島くんが一発ヒールを取る可能性もある、はい、けどケビンが体格差を利用して抑え込む可能性もある。でケビンも決めるじゃん、だ非常にね、これは興味深い一戦になると思いますよ。そしてここですよ、石井拓選手引退記念試合、はい、この間のね、アンドロールキャンプでね、大々的に発表しました、はい、引退試合。もうえってみんななってましたね。相手がね、佐野貴文、はい、佐野くんだ佐野くん出ますよ。佐野くんと拓がね、このコスタメサでね、苦楽を共にしたこの中で、うん、ぜひとも、ね、佐野くん相手に引退したいということでね、決まりました、この一戦。これアクシスの前でこのポーズ取っちゃって、イケメン出してねえ、これ佐野くんはね、もうアルビノプレートのね、スポンサーの何か醤油ロール着てるっていうところがね、ちょっと何とも言えないですけどね。どうでしょうか、今回ね、タク石井もね、チームラスコンチャス入りしましたから。もうコントロールじゃない。そう、コントロールとのブレインさんとね、連絡取れないっていうことでねそうなんですか。そう、切られても、もうスポンサー切られたんじゃないかっていうこともあって、はい、今回ラスコンチャスの同業が来て出るということで、ラスコンチャス入りしましたからね。これ引退記念のね、最初で最後の初対決、これも特別試合だから帯色が違うんだね。茶帯のタクと紫帯の佐野くんが、はい、もうで佐野くんはタクに憧れてコスタメサに渡ったっていうこのストーリーもあるからね、すごい。そうだよ、だからこのね、金谷ボーイズ揃えます、今回3人が。いやそうですね、オリジナルの金谷ボーイズ3人と金谷ボーイズ名誉顧問的なタク石井もいますからねコンデコマ的な。そうこれいいと思いますね、はい、この3人これちょっと頑張ってほしいと思いますね、うん、佐野貴文対このタク石井、ね、これはオンリーサミッションマッチです。試合時間15分、はい、長いで、サミッション決まらない場合は引き分けとドローです。はい、でこの日に、ね、タックのセコンドとしてね、三崎和夫も来ると。今ね、タック石井は三崎さんが千葉でやってる香取道場の指導員ですから、
美咲さんが来てるタックのセコンドリ作ってましたからね。で佐野くんのセコンドにはね、父ちゃんの良次郎がつくんじゃないかと。おお、いいですね。そう、良次郎と佐野のね、佐野親子で来ます、ね。いや、金夜ボーイズもつくかもしれないです、ね。わかんないですよ。セコンド一人にしてください。良次郎なのか、ね、なんだかわかんないけどさ、こんな人たちの試合が組まれる。もしかしたらちょっと増えるかもしれないけど。はい、あ、またそのスーパーファイト自体。そういやけど予算の都合上もう無理じゃないですかね。これ以上増やせないと思います。そう でもうちょっとその参加者が増えたら、長澤さんが来るかもしれない。佐賀さんの金次第ですか。金次第ですよ。モカピン以上にやら高いですから。モカピンはだから K2 の新人の方じゃん。長澤さん中堅より真ん中より上ですからね。おじゃあやっぱお高くなりますね。だって今だってあのカナプ、マリーナ、エリカ、シーちゃん、はい、だしおりん、シーちゃんか。でちいちゃんの下がキエタン、レイレイ、オカメ、レイレイ、オカメ、ユッキーもいますよ。ユッキー忘れんなよ。ということで9人の、じゃあ下じゃないですか。まあ真ん中、真ん中で割ると下でしょ。そうです。じゃあまだそんなギャラも高くないですね。真ん中です。ちょうどしおりとちえがちょうど真ん中です。上が、あ、それ11人の時かな。マリー、え、カナプー、マリーナ、変動ありました。エリカ氏、しおり、あ、上4人、あ、ちょうど真ん中じゃん。中間管理職じゃん。真ん中じゃん。ちょうどですね。横から並べたら、じゃあ1期生から並べたら、ちょうどまだセンターじゃん。お、そこは9、そうですね、9人で。3、4、4で、あ、そうなんですね。じゃあ長澤さんが中間管理職っていうことなんですね。中間管理職。そう、中間管理職。まとめ役。けどね、モカピンよりはギャラ取ってますからね。いや、お高いですよ。DVD も3枚出してます。関係ないですよ。3枚ですよ。モカピン出してないですから。結局出さないで終わりましたが、竹下もかも。長澤だって来年出しますもんね、DVD。はい、まだ言ってないんですけどね。あ、言っちゃった。じゃあ、切らないといけないじゃないですか、また。切らないといけませんよ。はい。そんな長澤さんが来れるか来れないか。いや、楽しみですね。はい、ぜひぜひね。参加者が増えれば長澤さん来ますね。はい、だその日、だから大会の配信やるからね。だからそこも、はい、そう。これもね、言わないといけない。だから大会のライブブロードキャスト。多分 YouTube ライブだと思うんですけど、サトシ君がちまちまやるんじゃないですよ。業者が入りますから。お、業者入りますか。入りますよ。呼びましたよ。だから今までやってたことを全部、はい、全部入れですよ。全部載せでやってたんだけど、はい、あれみたいな。やっぱちょっと少なくないみたいな。ちょっと困ってるな。ぜひ参戦を、はい、そうですね。ね、そうなるとだから配信スーパーファイトでしょ、配信でしょ、メダルがあれば今微妙だけど、あとは売りは、あ、あのくじ引きでしょ、 はい、あとなんだろう、けど普通の大会よりはちょっといいんじゃないかなと思うけどね。あのラスコンチャスのスポンサードする選手たち勢ぞろいじゃん、うん、内山さんもエントリーしてるからね、試合あるかどうか分かんないけど、あと西村選手、ルーカス広沢、大柳君、はい、あれだよ、リンダ三世もいるじゃん。おあのマリー・メデロスもいるし、俺の好きなカイアニも出るしね、はい、あとあれも出るでしょ、そのリンダさんの父ちゃんも出るでしょ、結構あの奈々ちゃんちも出るし、アイスリブンの女子プロレスラーも出るし、あ、松也さん、そう、あと陽介、ほどりこの奇境体コンビもいるし、結構目玉選手はいると思うんだけど、年明け早々一発目なんかあれなんだよ、あの1月の終わりのフルフォースカップが異常に盛り上がってるじゃん。ああ、はい、あれがもう第一締め切りだってもう 75% ですみたいになってるわけじゃん。おっと、張り切ってんな、おい荒木くんみたいな、生きってんなみたいな、もうラスコも生きってるはずなのに、そこにやっぱ乗ってこないよね。失速しましたね。いや、トーンダウンした。去年って俺の心筋梗塞明けだったじゃん、はい、それのご周期もあったのかもしれない、はい、ないのかな、そういうの。あれが原爆機でしょ、俺やっぱ一発、またなんかあれですかね、病気病気なりなんなりしてないです、ちょっとカテーテル検査うまくいきましたからね。大丈夫でしたから。でそういうのもあるから、ちょっとこれは出てほしいですね。はい、まああとね、普通に会場来てほしいですけどね、はい、そのスーパーファイト見に。そうそうそう、あのスーパーファイトもそうなんだけど、やっぱりそのイベントをやってて
あの試合があるじゃん。けどそれを見に来るっていう文化はやっぱ呪術にはないよね。うん、あんまり。でも出てる人たちの応援はあるかもしれないけど、誰誰誰誰やるんだ見に行こうみたいな。うん、っていうのはキッド対マサトやるんだ見に行こうみたいな、そういう文化はないよね呪術に限って言えば。あんまりちょっとあれなのかな、微妙なのかな、ちょっとそれも含めてこれはもう一回煽りたいと思いますね。はいはい、はい、続きまして、はい、じゃあこれ読んでください。セミナー開催。はい、はい、セミナー開催情報、今思い出しました、これやらないといけない。はい、そうですね、はい、来年の1月に、はい、第2週だ、このコパラスコンチャスが1月14日ですね、はい、その年明けからセミナーが、あの怒涛のセミナー3連発決まってますよ、はい、まず1月8日がイゴール田辺セミナー、はい、1月の11日が、ヘイラン・グレイシーのセミナー、はい、で1月の12日がイングリッチ・フランコのセミナー、このセミナー3連発どうでしょうか。1月8日あ、じゃあ9日俺の45歳の誕生日です。もう45歳なんですか。もう中年ですよ。その日にね、イゴールのセミナー行われますよ。そうで、そのイゴールのセミナーがミューズ呪術アカデミー、はい、そして1月の12日が、イングリッチ・フランコのセミナーが、ミューズ呪術アカデミー、そのミューズ呪術アカデミーのセミナーはイゴールチャリティーですから、はい、フランイゴールとイングリッチのチャリティーみたいな感じで、なんて言えばいいんだろう、そのセミナーに参加したお金を場所代抜いて全部イゴールとイングリッチにあげると、でこのお金を持ってヨーロピアンで頑張ってくださいっていう、その海外遠征走行セミナー的な、あの激励会みたいな、はい、激励賞みたいな感じで、ただ単にほらよくなんていうの、お選別、選別、選別、なんていうの、そう、はい、なんかありますね、そうそうそう、あのじゃあお小遣いだけで頑張れよっていうのもいいのかもしれないけど、うん、それだったらじゃ あ, あのセミナーみたいな感じでやって、うん、みんながそれの選別代わりに参加してもらえたらなということでやりました、うん、なのでこれもね、ぜひぜひ、来てほしいってこれもこう前回言いましたね。その間に決まったのがこのヘイラン・グレイシー、はい、知ってますか、ヘイラン・グレイシー。いや僕よく知らないですね。そのヘイラン・グレイシーっていうのは、あのホリオン・グレイシー、今ね、はい、グレイシー呪術っていう商標登録を持ってるグレイシー呪術を名乗れる男、そのホリオン・グレイシーの4男ですか。ヒロン・グレイシー、ヘナー・グレイシー、ハレック・グレイシーのその下のグレイシーですよ、あが多分初来日じゃない、うーん、日本に初めて来てセミナーをやると、すごい、でいうことで、あの結構秋ぐらいに言われてたんだよね、あのセミナーやりたいって OK なんつって、でけどそこから一切連絡なかったから、まあいいやみたいな感じで流してたら、あの いつにするみたいな連絡しちゃって、おいおいおい、その話まだ生きてたのかよみたいな、外人特有の、はい、もう行ったはいいけどそれで終わりみたいななってんのかなと思いきや、でそしたらもうミューズでも入れちゃったじゃんセミナー、はい、だからできねえってなって後藤君に頼んで一心呪術でやることになりました。でこれもだからあのポスターにミューズ一心って入ってるんだよね。ミューズでやるはずだったのを一心だ、ミューズ一心はあのブラザー、はい、そうアカデミーだからということで、はい、そこのセミナーはミューズ会員は4,000円、グレイシーのセミナー4,000円で受けれますよ。しかもグレイシー呪術ですからね、ただの呪術のセミナーじゃないですよ、あの普通にスイープですとかバックマウントですみたいな、そんなことじゃなくてグレイシー呪術っていうのはブラジリアン呪術とはまた違ったものなので、しかもそれをエジソンが教える、エジソンがヒクソンの教わったやつを教えるみたいな、うん、そういうまた聞きじゃないですよ、また聞き、はい、そう、要は初恋サイダーっていうね、アイドルで有名な曲あるんだけど、はい、オリジナルが誰あれ、初恋サイダーのオリジナル、ボーノですか、ボーノのね初恋サイダーの曲あるんだけど、けどわけわかんない、地下アイドルが歌ってるみたいな、っていうのと同じですよ。そんだったらボーノの初恋サイダーを聞いた方がいいわけじゃん、わかんない、わかんないから一回ちょっと挟むみたいな、誰かじゃあ例えばね、なんて言えばいいんだ、なんか適当なアイドルが歌って初恋サイダーって曲があるんでいいなと思うけど、ボーノが歌った方がオリジナルなんだ、そっちの方がいいわけでしょ、そうですね、ちょっとやるよりはっていう、そういうことです。だからグレイシーのテクニックをエイチソンがそのグレイシーのテクニックを教えるよりも、はい、グレイシーから直接教わられるわけでしょ、そっちの方がいいわけでしょというやつですよ。
これはね非常にねあの意義あるグレイシーからグレイシー呪術を学べるチャンス、しかもグレイシーの本家本元ですよ、はい、グレイシー呪術、ね、の始まりはカーロスとエリオのグレイシーの兄弟じゃないですか、はい、そこからカーロス・グレイシー、あ、カーロス・グレイシー・ジュニアができて、はい、カーロス・グレイシー・ジュニアがグレイシー・バッハを作って、はい、今に至るでしょ。その一人がエリオ・グレイシーじゃん、はい、エリオ・グレイシーの長男が、ホリオン・グレイシー、次男がヘウソン・グレイシー、三男がヒクソン・グレイシー、四男が、あいつなんだっけ、あのあそこにグレイシー巻いていた人、ホーケル・グレイシーで、ホイラー・グレイシー、ホイス・グレイシーでしょ、でホビン・グレイシーとかいるんだけど、そのエリオ・グレイシー一派の長男のホリオンの子供だから、だからエリオ・グレイシーの直系なわけじゃん、エリオの子供の子供、エリオの孫ですから、から呪術が学べる、こんな機会ないですよなかなか。で2年ぐらい前にヘナーが来てるよね日本に、あの横田基地、違う、はい、横須賀だっけ、三沢基地だっけ、どっかの基地の、あの基地の中にありましたね、はい、あの時のセミナーいくらだった、高かったでしょ、いや高かった、100ドルとかだったよね、はい、それの半額ですよ、だってヒクソンだと300とかでしょ、そう200とか300でしょ、けどそのグレイシーの並びは一緒なんだから、はい、その人のテクニックが学べる1月11日の木曜日、うん、これはね必見ですよ、一身呪術鎌田、鎌田橋を越えたら川崎ですから、クラブチッタですからそうですね、東京の端ですよそこにね行ってほしいですね駅から近いですからね鎌田も、いやそうですね、そうで、あそこはあの結構あの人も入れますね、30人ぐらい来れると思います、あんな鎌田にグレイシーが降臨しますからね、グレイシーもうないんじゃないですか、鎌田にグレイシー来ることはそうかもしれない、そう後藤君も俺も行くんで英語対応もバッチリですよ、通訳やりますから、このね、いや楽しみですね、イゴールとイングリッチのやつはあの3000円でね、はい、ちょっとあのお布施じゃないけど、うん、ご祝儀というか、はい、お選別代わりに参加してほしいです。で11日のヘイラン・グレイシーのセミナー、これは本当に価値あるものだと思うので、 これはねぜひぜひご参加ください、はい、グレイシー呪術、あなたの知らないグレイシー呪術、グレイシー呪術本当学べないよね、いや俺もまだ3、4回ぐらいし、え、4回、5回、6回、7回、結構あるな結構あるな、7回ぐらいしかグレイシーから学んだことないですから、はい、今度は8回目ですよ多分、8回目、グレイシーからあの指導を受けるのは、これもねぜひぜひ貴重な機会、一生に一度ぐらいグレイシーに教わるってのいいんじゃないですか、うん、グレイシー呪術知らないって言って、グレイシーから教わってよ俺って言って言えるんだよそうですねって思うの、いやもうでも行きたいですね、11日これいいよ、はい、イゴールとイングリッチもいいけど、イゴールとイングリッチはもうミューズです、これは一心です、はいね、ぜひぜひ来てください、はい、はい、お便りコーナー、はい、もう出てきましたよ、この今ね質問箱が盛況な中、この時に、みんながね、送ってきてますけど、オリジナルはこれですからね、このお便りコーナーが一番いいと思うんだけど、ダメなんですかね、やっぱ身元が分かっちゃうのがまずですね、はい、じゃあまずですね、じゃあこれ長澤さんにこれを LINE で送りますね、あくみちゃんはい、油断してますからね、ちょっと化粧チェックしてお仕事ですからね、長澤さん、じゃあ前髪がなんか前髪気になっちゃいました、そうなんです、全然あれです、長澤さんはね自由人ですからね、でも今回そうやってすごいこの間金屋さんに書かれてたから、うん、今日は真面目にやろうと思ってお菓子持ってこなかった、本当、はい、じゃあやってください、はい、じゃあ質問コーナー、質問コーナーですね、お便りコーナー読んでください、はい、どこ行くんですか、いや普通に読んでください、大丈夫ですよ、はい、橋本さん、成田さん、ちーちゃん、こんにちはこんにちは、入ってますか、入ってないです、あ、じゃあ入れときましょう、はい、入れときました、はい、いつも楽しく拝見させていただいております BJJ ウェブネーム、住所不定、ダメ、わっ、ダメやろこれ出せますでした、いいですよ、出さなくて、長澤さんの DVD ですね、
しかも住所不定ダメ野郎さんなのにちいちゃん入れてくれなかった。あ、もう忘れてんですよ。過去の女なんですよ。ダメ野郎です。いつもしょうもない質問とかクイズを送ってすみません。1. ワールド着物コレクションの感想届きました。ん？本が届いた。本が届いた。あ、じゃあ通販で買ってくれたんだ。まだパラパラっとしか見てませんが、さまざまな種類の字、字愛ですか？字、字ですね。字があって懐かしかったり興味深かったです。フェイクの字が載っていたり、アシックスですか？あ、アシックス、ね。アシックスの字が載っていたりしていて、チョイスも面白かったです。昔見た柔術の試合の動画では、ギにパッチいっぱいつけてたなとか、プライドや、K1 ダイナマイトなどで、シューバやブラジル人ファイターの着ていたギも派手だったなとか思い出しました。また、あ、読めない。ブルカン。ブルカンの黄色い着はジムで着ている人がいて、ブルース・リーのトラックスーツ、いじりされていた記憶があります。何年か前に試合でのパッチの位置がどうのこうのとかあったりして、パッチをいっぱいつける人が少なくなったり、個人的には転勤先で前の所属ジムのパッチをつけて怒られるとかして、張り替えるのも面倒だし、思い入れのあるパッチをハグ。ハグ？あ、ハグ。ハグのも、うん、寂しい。寂しい気持ちになるので、寂しい、寂しい。寂しい。はい、なるので、次第にギにパッチを貼ることは無縁になってしまいました。合わせて、もともと白黒、間違えた。もともと白、青、黒の3種の色のギしか買ったことはないのですが、最近は青も黒も色が薄れるので白ばっかりしか買っていません。ジムによっては白しかダメとか、チームのギやパッチがないとダメとかあるようなご時世だし、パッチのレギュレーションも細かいのですが、スーパーファイトでは派手な色のギにいっぱいパッチをつけて試合するのを見てみたい気がします。現在もスポンサードのパッチを入れている選手もいますが、柔術関係の店でサプリメーカーとかですけど、プライドでシューバが横浜タイヤのパッチをつけていて、当時の日本の格闘界の景気の良さを感じました。かっこ単に横浜タイヤがプライドのスポンサーだったからつけてたのかもしれませんが、今日届いたばかりなのでしっかり読めていないので、冬休み起床して仲間とおつまみにしたいと思います。はい、じゃあこのね、道着本、まあね、非常にね、いいと思うんですけど、やっぱここで見て当時を懐かしむ人、はい、で、あ、こういうのもあったんだっていう新しい知識、新しいものとして見る人、はい、ね、いろんな人いると思うんですけど、本当これ資料的価値があるのは間違いないと思うんですよね。こうやって、あ、こういうのあったなとか、あ、そういうのこういうの、着てる人いたなとか、そういうのもね、いいと思いますね。このパッチだ、今ね、道着にパッチをつける人ってちょっと減ってるよね、やっぱり。あ、なんか減ってる気がしますね、うん、でも。あれなぜかってやっぱそのレギュレーションだよ、うん、その袖のところつけちゃダメとか、はい、裾から何センチしないとあげる、はい、で試合でお前それ邪魔だから剥がせとかで言われるわけじゃん、うん、なんだよみたいになるわけじゃん。じゃあもうつけないでいいやってなるけど、うん、けど帯が上の人ほぼっていうか、その黒帯だったり茶帯だったりするスポンサーが、うん、道場のパッチをつけるのはつけないとダメって言ってるところもあったりするじゃん、うん、つけてからじゃ試合出ちゃダメっていう人もいるだろうし、まあそれはまあ道場によってあるかもしれないけど、あとつけないといけないものってあるじゃん。俺は別に本当はダメだけど、ちゃんとスポンサーのやつつけないといけないけど、もう買った、もらった道着しかそのまんまで試合出ちゃってるパターンであるじゃん、まあ、練習もそうだけど、そこに写真を写った時にラスコンチャスです、ブルテレアです、うん、BHD です、です、なんとかですっていうのをつけるのが、まあ、まあ、礼儀っていうか、そう、礼儀っていうか、その、まあそうだよね。そういうスポンサーとか受けてるんだ、そうそうそう。だそれが、そう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 、だそれはちょっと思ったけど、まあ、その、素帯は帯だったらそんなのないから、
でそれはちょっとあんまそういう人たちがって白帯青帯の人たちの道義にはあんまないのかもしれないけど、上の方の選手だってあると思う。だからそのカルビネームでベドウィンだの、うん、チョイスだの、はい、なんだのってついてるわけじゃん、うん、でそれはね、あの思いましたね。これは俺もちょっと今これ見て思ったけど、俺もつけないとダメだなってちょっと思いましたね。なんか白帯青帯こそなんかつけたくなりましたけど、僕とかそうそうそう、俺もそうだったよ。あの昔はね、もうだってパッチを買ってつけるって本末転倒じゃん、はい、そうですね、これつけてね、いくらあげるからとか、はいはい、つけてね、あの何々あげるから、はい、じゃあつけますってなんだけど、うん、わざわざ買ってつけるっていう、要は装飾品だよね、だそんな意味合いもあったけどね、うん、ちょっと、まあ、それだ当時それやったから逆に今はもうつけないよ、つけないようにしちゃってるのかもしれない、はい、うん、でまあ本当関わりあるのだけつけるみたいな、そうそうそう、つけるんだって。だって昔はね、よくあの自分でつけたりしてたけど、さすがにもうあの時間もねえし手間かかるしみたいな感じでお店に出すじゃん、はい、そうするとお店に出したら1箇所いくらみたいな金取られるわけじゃん、うん、しかもバッジを買ってさらにそれをつけるのにいくら払ってやったら いくらかかんだよってなるじゃん、まあ5箇所つけて1箇所1000円でも5000円だよ、パッチ1枚1000円だと5000円だよ、1万円あれば1着買えるぜと思って、うん、ってなるよね。ちょっとこれ思いましたね。あ、ちょっとパッチはつけないといけないのかもしれない。ちょっと俺もちょっとこれは今これを見て、あ、そうだったなっていうのはちょっと思い起こしました。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、2 BJJ ウェブ291、これ291212ってこれなんだろう、まあ、いい、間違えたかな、うん、長澤さんの質問の件、今のところ長澤さんには特別関心はなくいつも地蔵なので社交辞令的に BJJ ウェブがちょっとでも盛り上がればと思って質問してみました、はい、黙ってスマホを見たりポテチ食ってる姿が気になっていたので、これ金屋さんのなんか金屋さんみたいな話ですね。これいや俺書いてねえからなんだよそれ、視聴者を批判するじゃねえよこれ、あの今回は机に置いてあるものを、うん、ものの食わず飲まずがっちり参加していたのでよかったです。お褒めてそうだったか、うん、そうですね。答えに対して橋本さんや成田さんからいろいろツッコミも入り、それなりに盛り上がってよかったです。竹下さんのこともいつの間にか応援していたので、長澤さんもがっちり柔術を覚えて柔術プリストや BJJ ウェーブでしっかり巨乳を生かして活躍してほしいですね。巨乳をアピールしますね、ちょっと DVD、まあ、ぜひ DVD の方で、ね、いいですよ。この間ね、ヒロプロ行ったんですよ。あ、そうだ、ついにもらってくれたんですか。あ、これなんかくっついちゃってるじゃん、破れちゃってるじゃん、はい、で今ヒロプロがちょっと引っ越しして結構片付けしてるっつって、でこれがあったんですね、見本品だ。そう、全部見本品だから未開封でね、あったら転がってて、どれが部屋に片付けてる。そう、いや、どれが一番最初ですか。これが一番可愛い、これが一番可愛いんです。お、これが一番デビュー作、これ2枚目です。デビュー作どれですか。これです。デビュー作が、はい、ミルキーグラマー、セカンドが恋愛白書です、はい、で3枚目が敏感、はい、うん、なるほどね。これが一番、これが一番おすすめと、この表紙だけあの写しておいてもらえれば大事です。いや、これ結論あれだしじゃない、すごくない、書いてますよこれ、ティーパンすごくない、長澤さんの結論。ちょっとこれはこれでね、あれかもしれない、こういうね、あのすっごい、そう、頑張ってますから長澤さん。でもこの表紙を見てイベントに来てくれた人が、はい、やっぱり後々ネットで全然ちげえじゃねえけど本当ありました。直接もでも一回言われましたね。直接言われたんですか。なんか違うねみたいな、まあ、いじってますから ね、 ね、そうです、修正です、はい、じゃあこれもありますからね、長澤さん、はい、ぜひ巨乳を、ね、アピールしてほしいと思います。これ皆さん買ってくださいね、 Amazon で買えますからね、します、はい、あと俺も新品未開封でちゃんと置いときたいと思います。見ないんですか。興味ないですね。ひどいよ、はい、3、橋本さん柔術をやっていた件。橋本さん柔術ってなんだよ。橋本さん柔術、橋本さんが柔術をやっていること知らなくてびっくりしました、はい、事件でしたね、はい、ほら、はい、以上です。はい、4、長澤さん柔術やればの件、
なんだかんだ絶対チーのこと気になってんねん、チーのことばっかり。長澤さんに対して橋本さんが柔術を勧めていましたが、女子で柔術やれば一般社会ではまあまあ数分、まあ、ブスでもチヤホヤされる傾向は感じています。うん、いや本当それあると思うよ。だってあの100人ね、男とか、まあ、あの女子で柔術やってる人って多分 3% ぐらいと思うの。100人いて3人だったらそれはねチヤホヤされるよね。長澤さんも柔術をやれば一番になれるかといえばきついかもしれませんが、何なの。そんなことないやろ、長澤さん。かなりいけるよ、柔術か。知れませんが、BJJ を聞いてる人や柔術プレイス見てる人からの応援は増えるのではないでしょうか。うん、そうだ、長澤さんもね、はい、あの知られてはいるよね、普通に。あそこでやってる人でしょってなるから。それはね、これをチャンスにね、ぜひ口術から食い込んでほしいんですけど、はい、なかなかね、そういう気もないみたいなので、長澤さん運動嫌いなんです。ね、残念ですね。はい、はい、質問箱の件、うん、何件か質問させていただきました、うん、ポイント制度、ナードの件、新規のお便りの件、うん、監獄トレーニングの件、BJJ ウェブにお便り出すよりもすぐにリアクションがある感じでいいですね。もうこれね、追いつかなくなってますね。もう追いつかない。あの、はい、基本的にね、寝る前とね、寝る前っていうかその夜中のね12時1時くらいからと、あと電車移動の間でやってたりするんだけど、すごいですね、もう無理です。もうすんごい来てますね。だからもう、はい、ちょっとずつちょっとずつやってますけどね、ちょっと追いつかないですね。はい、はい、ダメ野郎には質問箱の回答は100文字までらしいですが、ダメ野郎的にはね、あ、的には、うん、前の回でも長澤さんへの質問一通で30分くらい喋り倒してもらえたので、うん、BJJ ウェブの方がいいと思います。そういや、絶対こっちの方がいいと思いますよ。たまにボツになることもありますが、あ、違うね、それね、タイミングが悪くて読んだか読んでないか分かんなくなっちゃうんだよね。ああ、そう。それはあります、ね。はい。毎度文字数で数えたら1通1500字から2000字くらいのしょうもないお便りを採用していただきありがとうございます。しかもそんだけ書いてるのもすごいよね。いや、すごいですよね。うん、はがき職人みたいなもんだよね。米印。クソみたいな質問しているやつ晒しまくっていましたね。うん、そう。匿名でクソみたいな質問してまで。橋本さんに構ってほしいなんて本当にしょうもないですね。そうだ、クソみたいなこと来てるっていうのをみんなに知らせるためにも、うん、そうですね、それもさらしてますからね。はい、橋本さんがツイッターで触れられていましたが、ラストアイドル正式メンバー決定しましたね。ね、見てた？ラストアイドル見てないんです。そう、なんかこれ乗り遅れた感あるよね。なんかそっちも途中からしか知らなくて。そう、知ってる？いや、知らないです。なんかラストアイドルっていうなんか夜中にやってたやつで、なんか毎週毎週元アイドルがどこどこの誰々みたいなのが出てきて、へえ、でなんかそこのメンバーと入れ替わってって、最終的にその勝ち残ったアイドルがデビューする。昨日池袋の噴水広場でパニックになったんだよ。へえ、過去最高に人来ちゃって、もう暴動寸前みたいになっちゃってすげえなみたいな。それなんですか？ライブ？ライブでしょ。だからデビュー記念ライブみたいな。ああ、もうそのラストアイドルが決まって、すごいよ、そんなあるかと思ったよっていうぐらい盛り上がってて、あ、なんか乗り遅れたなみたいな気持ちがある。秋元先生のあれなんですか？なんで先生なんだよ。書いてあったんです。あ、そうなの。中澤さん、秋元先生、あれラストアイドル入り狙ってるのかなみたいな、あれみたいな、あ、なんかいろいろ事情あるんだな、いろいろあるのかなと思ったよ、中澤さん。はい、決定しましたね。はい、秋元先生の普通の選び方では、指原は生まれないというコンセプトが面白くて毎週見ていました。うん、あ、やっぱ見てるんだ。惜しくも残れなかったメンバーもだいぶセカンドユニットとして残れてよかったです。最後にバンドワゴンフルバージョンを歌ってる時に正式メンバーに残れなかった子たちの表情を見て泣けました。へえ、まあ、アイドルはね、感情移入だからね。やっぱその人たちが最初好きでも何でもないけど、見てるうちに情が湧くというか、あ、それはあると思うよ。で、あ、そうなんだ、ガクーみたいな、勝ててよかった、嬉し泣きみたいな、そこに言うと、あ、よかった、なんとかちゃうみたいになるでしょ。あ、なるほど。って思うよ。それはやっぱアイドルの良さだよな。うん、はい。日本の選手がなかなか世界で勝てない現状がありますが、
柔術界にも指原のような柔術家が生まれたらいいですね。次回も楽しい放送をよろしくお願いします。これダメ野郎、いろいろとチェックしてますね。アンテナ張ってますね。張ってるね。だから世の中の動きにすごい鋭いかもしれません。顔見たいな。ねえ、会ってみたいですね。でわかんない、しょうもないおっさんだろ。ねえ、どうなんでしょうか。そう、はい、もう一個ありますよ。あれ、もう一つあります。ダメ野郎もありがとうございますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、長いっすね。長いですよ。これはね、ちょっと興味深いやつなので、ぜひとも紹介したいです。はい、橋本さん、成田さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。滝口です。ちいちゃんの名前は入ってない。はい、入ってませんか。はい、残念。ブルテリアオープンについて、12月3日のブルテリアオープンに出場しました。試合は1試合も勝てず、とても残念な結果でした。さっさと負けてしまったので、予定していなかった浜松市内の大河ドラマ館を見学して、楽しそう、浜松餃子を食べて、次の日は爽やかのハンバーグを食べて帰りました。おいいね、爽やかはいいですよ。満喫してますね。また来年も挑戦したいと思います。それと BJJ ウェブパッチとシールありがとうございました。シールは以前送っていただいていたので2枚目です。パッチは前から欲しかったので早速着物につけました。次は柔術ネードナード柔術ナードパッチを楽しみにしています。ツイッター質問箱について、ツイッターの質問箱の回答お疲れ様です。なんかみんなこれ言うよね、今ツイッター質問箱みんな好きだよね。いろんな質問に対して回答するのが大変そうですね。こちらも楽しく読んでいます。 BJJ ウェーブに投稿すればいいと思うのですが。いや本当そうだよな。匿名だから言いたいことを言えるのでしょうか。まあ確かにそれはあるね。けどだってそんなこと言うけど、ダメ野郎だってさ、ダメ野郎って名乗ってはいいけど、匿名じゃん。誰がダメ野郎か。確かにそうですね、ダメ野郎知らねえんだからさ、どこのドイツでってなるんでしょ。質問箱で一番多い質問がステロイド問題ですよね。うん、そう。橋本さんは容認という立場ですが、うん、以下は私の個人的な意見です。はい、まず使用に反対です。それは副作用があるからです。私は柔術を始める前はボディービルをしていました。10代後半から20代の10年くらいはかなり真剣に取り組んでいました。10年間ボディービルやるって結構すごいね。そんなにボディービル、まあ、ウェイトレーニングだったら分かるボディービルってことだよね。だって減量とかもするもんね、カットを出すためにとかね。でちゃんとこう見せるためにね。え、へえ、ナルシストだな。さては、はい、なので当時周りには使用している人や噂されてる人は何人か見ています。あ、昨日もちょっとこの話したけど、やっぱりもうボディービルダーの中をやるのはもう当たり前みたいになってるね。死んだ人もいるっていうもんね。まず目に見える副作用は女性加入後乳房ですね。え、こういう乳房って言うんですか。はい、父が女性乳房ですか。乳房です、はい。副作用は女性乳房です。これは、乳輪が深く、うん、浮く症状。この B 地区がそう、女性化でホルモンの男性ホルモンを入れて、男性ホルモンを入れるとそれが女性化 の、女性ホルモンかなんかのあれでこっちが出ちゃうんだよね、 B 地区が。だからハイアンがプライドの時にここにテープを貼ってたのはそれの副作用を隠すためじゃねえかっていうのは。けどその時当時ハイアンはカミソリでパイゲを剃ってた時に切っちゃったからっていうようなことを言ってました。髪毛をそうです、髪剃りで剃ってて切っちゃったからテープ貼ってますって言ってたけど、それはこれの副作用を隠すためではないかと。大きくなるってことですか。そう、なんか地区 B 地区がねちょっとそう大きくなるんですよ。そういうふうな副作用ねあるんだよね、副作用の一つ。はい、はい。それと内臓機能に障害が出るなどがあります。あとそうそう、これもあれだけどプロレスラーのねが昔まあ今もそうかもしれないけど、ステロイド使いまくってその副作用で内臓を壊しちゃったとか、で躁鬱病になっちゃって、はい、でそれで自殺しちゃったとかっていうのはよく聞くよね。ステロイドって薬ですよね。そうだから、その入れた時に
腎臓とか肝臓にやっぱろ過する機能があるわけで、そこにそういうのがあの悪い物質、悪い物質、体に悪い物質が溜まってしまって、そこの機能が壊れちゃってっていうのはあるよね。内臓機能が悪くなるってのはやっぱそれだよね。胃が荒れるだろうなんだろうってよく聞いたりするもんね。そう、具体的なあのプロレスラーの誰々がこうだったじゃないですか、それってこれこれこうなんですよっていうのは何人か聞いたけど、あ、確かにそう言われてみればっていうのはあるもん。そうだったんだみたいなのが。はい、はい、当然使用量や期間など使い方により副作用は違うはずですが、少なからず内臓に負担をかけるでしょう、うん、だってプロテインだって飲みすぎたら肝臓が悪くなるね、うん、あ、なんかその負担かかるって言いますね。そうそうそう、俺一時期だってここが背中のここら辺が痛かったのってやっぱそれなのかもしれない。ストロイドじゃねえ、サプリみたいな飲みすぎで、そこの内臓に負担かかってて、こっちにがちょっとあの、そうだ、ステロイドも、ステロイドじゃねえ、そのサプリメントもいっぱい飲んじゃうとやっぱその内臓に負担かかるから、あのずっと飲みつけてちょっと やめた方がいいみたいな。あのダイエットの薬も2ヶ月飲んだら1ヶ月やめなさいってあるじゃん。そう、ファットバーナーもそうなんだけど、それがやっぱそうだった。4週飲んだら2週休みなさいみたいな。それはその内臓を休めるためだと思う。飲み続けるとダメっていうのは多分それだと思うね、うん、はいはい。海外のプロボディービルダーや有名アマチュアビルダーで若くして亡くなっている選手は何人もいます、うん、日本のボディービルでは1986年の全日本選抜大会という大会からドーピングチェックが始まりました、うん、この大会では数人に陽性反応がありました。へえ、じゃあ日本でもこういうドーピングチェックやってんだ、ボディービルですね。じゃあできそうじゃないの、呪術の大会でもやろうと思えば。金かかるからダメなのかな。いやそれこそやりますっつってやったらみんな対策するけど、いきなりやっちゃったら出る、うん、あるよね。あ、じゃあやりますって来てください。マジか今かよみたいな、抜き打ちみたいな、あるよね、今日今マジみたいな。すげえ、じゃなくない、いやちょっとやってほしいですね。ちょっとこれ、いやだって例えばアイドルのさ、ドッキリとかでさ、荷物検査し回ってたら変なもん入れないでしょ、入れとかないじゃん、うん、けど急にやったらこんなの出てくるんだみたいな、はい、いや生々しい感じになるじゃん。ねえ、だそれと一緒で急にやりたいよね、やるんだら、はい、はい、ご存知かどうか分かりませんが、マッスル北村さんもその一人でした。そう、あのマッスル北村っていう日本の、ね、ボディービルでもちょっと、はい、あのキャラクターのある、うん、ちょっとプロテインを、ね、辛口から飲んで生卵飲んじゃうみたいな、すごい、まあ、メディア出てましたもん ねこの人は。そうだよね、あの体もすごかったしね。これ低血糖で死んだじゃなかった、あったよねダイエット。なんか最近でしたよね。そうだから、ずっとボディービルのあれがあって、低血糖の発作が起きてそのまま死んじゃったとか、そんな感じだよね。それはまあオフィシャルの違うのかったと思うんですよね。そうかもね、はい、はい、ボディービルの場合は柔術と違い筋肉が最も評価されるので、うん、ステロイド使用が直接評価につながります、うん、なので他の競技よりも使用する選手が多いかもしれません、うん、ドーピングチェックが始まって現在までの30年、抜き打ちチェックを含め毎年のように違反しています。へー、あ、出るんですね。でもやっぱ最近の傾向はサプリメントに含まれる成分で引っかかる選手が多いようです。あ、それ言ってたのはその、ステロイドチェックって言ってるけど風邪薬とかにも入ってるって言って、あ、だからその、ね、だからその風邪薬が風邪ひいたりなんだりしても飲んじゃダメって言ったら、その風邪薬の中にも引っかかる成分が入ってる。厳密に言うとだそれもあのステロイドの一種になっちゃうわけじゃん、成分が入ってるってことは、はい、だから風邪ひいても風邪もあ薬どういう薬を飲むのかも全部チェックしないといけないって言うからね。目薬にも入ってるって言ってたし、あの塗り薬にも入ってるって言ってたし、だオリンピック選手とかのあれだとその専門の専属の薬剤師がいて、ちゃんとそこら辺のこともチェックするようなスタッフがいますもんね、うんうんうん、そうだよね、その日々取る薬、そうそう、サプリにしても、じゃあどこまでならいいんだってなっちゃうもんね。はい、はい、はい、これにはネットの普及で海外サプリメントを気楽に購入できるようになったということが挙げられます。
かっこ海外サプリメントが全く全て引っかかるというわけではありません。中にはそういうサプリがあるということです。だってだって C6、 あ C4 だっけ、はい、あれだってドーピングに引っかかるって言うもんね。あ、そうなんですか。 C4 とあとアラバイト、C4 とあれ血管拡張作用かなんかのやつで、アラバイトも多分アラボリックステロイド、アラボリックステロイドじゃないんだけど、それのアラバイトなんじゃないの、俺よく知らないけど、だそれもなんか良くないっていうね。だからまあその基準にどっかの何かしらの基準に引っかかる場合があるってことですよね。そうだから分かんないよね。はい、はい。日本ボディービルフィットネス連盟も選手に対し定期的な講習会や試合出場者に対して講習会の受講を義務付けるなどでアンチドーピングを徹底指導していますが、違反者は出てしまっています。ただドーピング反対とは言っても柔道連盟もドーピングチェックするのには大変な費用がかかりますし、選手にしてみたら生活をかけて柔術している人もいるでしょうから、それはそれぞれの価値観でしょう。私にとって柔術はただの趣味です。マラソンやバイクを趣味にしている友人がいますが、それと同じ感覚です。これからも体が動く限り続けていきたいので、副作用のあるステロイドは使いません。だからまあそういう人もいるよね。みんなステロイドをやらないっていう人の中がちょいもそうなんだけど、長生きしたい、体にダメージを、で年取った時のことを考えると使えないっていうけど、はい、その副作用を抑える薬もあるわけじゃん。でもちろんその違反薬物を使ってその違反がチェックに出ない薬もあるわけじゃん。だからステロイドを使って筋肉が増強されて、それの副作用として頭痛がありますとか、気分が落ちちゃって体調悪しちゃいますとか、そういうのを気分をアップさせる薬もある、はい、でその違反薬物を使ってこういう反応が、そういう反応が血液とか尿に出ちゃうからそれをマスクする薬もありますってなったら、違反のチェックにはパスするし副作用も抑えられるとなったらいいことしかなくなっちゃうよね。まあ、でもそれもそれで体に負担かかってはいるんですよね。それもマスクする薬っていうのそうでいっぱい取ることになっちゃうから、うん、内臓に負担かかるから、今は大丈夫で年取ってから内臓が悪くなっちゃいますよとか、うん、で何にもなくたって肝臓がんとか腎臓がんになる人もいるわけじゃん。いやまあそうですね。だからそれだからもう、だからそれがストロートのせいなのか分からないじゃん、うん、だからそのタバコが悪いって言われてくる、タバコ吸ってるけど長生きしてる人いるし、タバコ吸ってなくても肺がんになっちゃう人いるわけじゃん、うん、だからそれがストロートの一概にストロートのせいだとは言いづらくない。まあそうですね、けどそれで将来のね、その前にそんな将来のこと、ね、気にして貯金しまくってるけど、で交通事故で死んじゃったら意味ないじゃん、はい、でもうこんなこと何でもいいや、もう借金しまくって、じゃあその頃死んでると思ったら生き続けちゃっていや借金抱えて老後どうしようみたいな、それもあるわけじゃん、はい、で老後のことを考えてステロイドも使わないけど、その前に、ね、死ぬ可能性だったわけだし、好き放題生きてる人の方が長生きちゃったりするわけじゃん、はい、だから俺これはね、なんとステロイドだ、みんなステロイドをやらないっていうののうちの一つで健康に気をつけてるっていうけど、はい、そんなにダメなのかなと思うけど、そうしたら海外の選手結構バタバタ死んでんじゃねえって思うけどね。あとまあそもそもそのなんていうんですか、体を動かすこととかって、まあ、体に負担かけるじゃないですか、うん、体にっていうのもありますけど、ただまあその時点でちょっとそのステロイドは体に悪いからダメみたいなやつは突き詰めていくと、なんかその理由はなんかあんま意味ないのかなっていうのはありますけど、ね、そうなんだよね。だからステロイドの使う使わないの倫理観は人それぞれだよね。本当だ、そんなの関係ない、今が良ければいいんだって使っちゃう人もいるし、それ慎重になって使いたいけど使えなくてビクビクしちゃってる人もいるだろうし、はい、いやこうすればいいんだって言って、じゃあチェックもしてこれもやってこれもやって万全の状態で安全確保されて使う人だけど、いや俺そんなの使わないでステロイドユーザーに勝ってやるぜっていうように言う人、うん、ステロイドに対してそういうチャレンジするような人、何だ一つだ、俺はもうだからダメだっていう人もいるし、いや使いたいですって言ったらもういいとも悪いとも言わないよね、うん、でこのなんかステロイドって使わないの使った方がいいわけじゃん、うん、いやだからパフォーマンスアップするって言った意味ではね、はい、でプロテインを飲むか飲まないかってその個人の自由じゃん、けど飲んだ方が体にいいわけじゃん、だ筋肉うんぬん
なしにして、うん、人間の体のだろう髪の毛だろうが爪だろうが肌だろうが全部タンパク質よ。タンパク質の元であるそのプロテインを体内に入れることによっていい効果はいっぱいあるよね。だプロテインダイエットっていうのもあるわけで、食事を入れ替えてプロテインだけ飲みましょうっていうのもあるわけで、朝食入れ替えるとかにもあるし、プロテインは飲けどそれですら飲まない人は飲まないじゃん、うん、害があらないとかいう、はい、でそれプロテインですらあるのにステロイドなんて悪い方向悪いあの副作用もありますみたいなって言われたら治る手出さないよね、うん、って思うけどな。なんとも言えないけど、まあ、このプロステロイドとおびただきも、おびただきも俺はもうしょうもない、俺はおびただきは絶対ダメだと思うんだけど、やりたいっていう人もいるし、そこに対してまああのいや俺はもう明確にやめろと俺は言いたいよね。言いたいんだけど、ステロイドはやりたいって言えば別にいいと思うし、やれとも言わないしやめろとも言わないから容認だけど、やっぱこういうふうにやっぱみんな人それぞれ、僕はこう思います、僕はこう思います、こう思います、それは確かにあるよね。まあそうですね。けど帯叩きだけ絶対あんなのやる必要なくない？帯っていうのは人を叩く、あの、あまあ帯叩きはまた全然なんか違いますね。そう、あれはなんか、うん、そんなことをやるために帯あるわけじゃないし、はい、っていうのはもう俺の意見だけど、やっぱいやこれどうしてもやりたいんですって、なんでだよってなるけど、一気飲みみたいなもんじゃないですかね。え、ね、伝統だからみたいになってるわけでしょ、はい、それもかだけど、まあそれもまあ人それぞれあるから、いやこれスローに関してはあのその相手の意見を尊重するけど、やってもいいしやらなくてもいいし、けど、うん、あの帯叩きだけ俺明確にやめろっていうのは言いたいよね、うん、だからそれだから人それぞれの意見はあるしあるけど、まあ、ステロイド、うん、なんとも言えない。だからこれはだからやりたいんだよねだやりたいっていうか、あのやってくださいって、もうすげえじゃん、質問ばっか、あの時のやつの7割ステロイドだったよね、うん、話題は多かったですね。そう、はちょっとこれはね、だから来年ですね、来年の頭はだって10月の後の入港があって、その次の週は あれ行くじゃん、ヨーロッパ行くじゃん、はい、で帰ってきて、まあ、1月終わりなのか2月の頭ぐらいなのか、そのぐらいになればちょっと俺も時間作れるから、ちょっと企画してやりたいなと思ってるので、そちらの方もご期待ください。ステロイド座談会、一体誰が参加してくれるのかどうか。そうですね、はい、長澤さんも参加してくれますか。はいはい、本当でしょうか。いて、あ、読み、だ、ごい、メールが、が来た時に読み上げがこれでいいじゃん。はい、やりますやりますよ。あの朝生の間のアナウンサー。そうそうそう、あ、そういう役だからね、はい、長澤さんは。だって今呪術のこと喋ってるけど、別に全部わかんないじゃん、長澤さん。何もわかんないです。そうそう、だから長澤さんの役っていうのはやっぱその朝のニュースの番組のニュースを読む係、はい、それにあのコメンテーターが喋るみたいな役だから、まあ、読む係としてね来てもらえるすごいいいと思いますね。はい、はい、じゃあこれをねちょっとまたやりたいと思いますので、はい、そちらの方もご期待ください。はい、はい、これどうしますかそれは結構もう何回ですね。はい、なのでもうなしにします。はい、はい、そんな感じでですね、これも、このやつで今回ラストかな、2017年ラストですか。いやいや、お年をだ。そうですね。あ、じゃあサトシ君と俺はじゃあ来週1回やれるかな。やりますか。そうですね、俺とサトシ君は来週1回できそうですね。はい、なのでじゃあ年内ラストは最後です。あ、次週です、はい、長澤さんは今回ラストです。じゃあ、はい、2017年の、はいはい、どうだったのか、来年はどうなるかっていうのをちょっと一言。来年どんな年にしたいかですか。はい、2017年どんな年でしたか。なんかすごいいろいろありました、今年。本当に何がありましたか。振り返ると、はい、個人的にはですね、はい、まあ、冬あたりはもうやん、あ、やめ、今年の初ね、はい、あの体育座り事件ね、はい、やみ果てまして、はい、もう春にはもう元気になりまして。あ、その元気になったきっかけは何なんですか。もうわかんないですけど、あ、でも気分的なもの、多分そうです、ね、ステロイドですね、ステロイドの副作用ですね多分春、あ、天気が暖かくなって気分が良くなったみたいな、はい、はい、で、まあいろいろありました。ワンマンもやったし、あ、7月ね、あれが KNU のピークでしたね、はい、中国行ったし、ワンマンやったし、世論島も行ったし、中国行きましたね。中国で長澤さんがプチブレイクしました。そうなんです、チェキをね取られまくってね、
すごい覚えてますよ。同じとか6年間やってて初めてサンダー撮ったの。そうね、すごいですね。瞬間最大風速の誇りましたよ。広州で、そう、中国だから、中国人とか海外人がいるじゃん、っていうことはみんな喋れないじゃん、だから北条さんとか当時いた奈良丸先生とか、会話がいい人、喋りが上手い人、オタを乗せるのが上手い人っていう人たちの特性が全部シャットドアウトされて、あ、なるほど、ビジュアルだけで選ばれたんですよ。この子可愛いみたいな。中国人だと思われたんですか。そう、なで、で中国人はなんか言われたら薄い顔が好きだって。やっぱそうなんですっていうのを言って、だからちいちゃんなのかみたいな、みんなガテンが言ったみたいなっていうのはあったんだよね。だけど北条さんは強かったよね、なんだかんだ。あ、やっぱりそこ、なんだかんだ強かったよっていうのもありましたね。長澤さんのね、大ブレイク、イン講習、イン講習2日間の、はい、2 days はね、良かったと思います。あれは長澤さんの2017年のハイライトかもしれない、はい、他に何かありましたか。あとは、まあ、与論島行って、はい、与論島行っても一人でね、海入りたくねっつうのに水際で一人でチャプチャプしてましたからね。海潜れないんですよ。海潜れないんですか。なんかずっと一人でみんな何かやってる間ずっと浮き輪で浮いてました。あ、なんかそれもあれなのか、病んでるのかなみたいな、一人にした方がいいのかな。え、違いますよ病んでんじゃねえかみたいな、泳げないから。そこなんか下手な動きで言うとまた何かちょっとほっとこうみたいな、番組収録もあるし、今ね、がっくり来られても困るからみたいな感じで退屈なりされちゃってもあれですね。世論とは毎年何か起こりますからね、事件が、はい、じゃあそれもあり、世論とが7月ですね、はい、ワンマンの次ですね。あ、ワンマートか。ワンマートで行って、関ヶ原行って、ティフやって。はい、あ、関ヶ原ありましたね。関ヶ原も俺1日だけ、もう何時間かけて行って、15分のステージだけ見て帰るっていう。そう、コボレンジャーラストだよね。はい、あ、そうでしたね。コボレンジャーラスト。ね、お届けしましたからね。そうだ、コボレンジャーラスト。はい。はい、見れてよかったよ、コボレンジャー。よかったです。はい。で、あとは、あ、ティフだ。ティフ。東京アイドルフェスティバル行きましたね、はい、8月行きまして、9月あれですか、旅行、みんなの、あ、バスターと、そうだ、温泉旅行、特典旅行みたいな、あ、あれも良かったですね、楽しかったですね、はい、10月、いや9月ジュースプリーストアシスタント加入だろ、これあるてめえ忘れんなよ、ひどいな、あれね、竹下の卒業とともに長澤さん入ったんじゃ失礼だな。9月、そうでした。今何だったら、何でいるんだよここに。9月スルーされてますから。9月の8日だったかな、確か。本当じゃなかったでしたっけ。ちょっとじゃあ見ますよ、じゃあこのスケジュール帳。9月の8日、全然違う、あ、これ8月だ、全然違うじゃねえかよ。9月の6日です。あ、惜しい、惜しい、6と8悩んだんだ、そう、9月6日が竹下さんのラスト、K入卒業のラストで長澤さんが加入ですね、はい、はい、9月から長澤さん K 入に、K 入じゃない、ジュースプリスト BGG ウェーブに加入と、はい、で10月は何かありましたか。10月は何かありましたっけ。いや、いっぱいあったんですけどね、うん、なんか結構上半がそうね、濃かったですね。そうそう、秋がね、夏が7、8、9が濃かったね、うん、ワンマンやって、ヨロンと行って、ティフあって、あれがあってっていう、そのバスツアーっていう、だから竹下さんの卒業のあそこの3ヶ月がなんかすごいバタバタしてた気がする。す、ね、7、8、9でちょっと人の中みたいな、で10月は俺らだって海外行っちゃったから、ね、ケニーのことをちょっと動きない、動きを覚えてないから、あ、ラーメンショーですね、11月は。11月はラーメンショー。それが何かありましたか、11月、12月。11月、そう言われるとそうですね。あ、大事な話し合いがありましたね。いっぱいあるんです。そう、いろんな大事な話し合いがありつつ、なるほど、そう、いろんな卒業というか脱退というか、あれもありつつ、そこら辺から雲行きが怪しくなったっていう、そうそうそう、そういうのもありますね。はい、そして、重大発表につながるというところですよ、経営ね。長澤さんのじゃあ前半はノリノリだから夏までノリノリノリしてですね。明日です。大丈夫、重大発表終わってからですから。はい、
ですか。いや、うん、待ってないでしてください。そうですね、K ニューもね、卒業が決定しましたからね。メンバー全員卒業。そうです、ね、K ニュー活動無期限停止。いやっていうのがだから夏秋からバタバタバタっと決まったよ ね、 そうですね、何かとね。でそういうのもあって、だからまあこの2017年はちょっとあのここで次の2018年度の春っていうまでのその K ニューのラストランが決まったじゃん。でそこに向けてた前半はもうそこに集中して、そこから先どうなるんだっていうところも長澤さんは注目ですね。ああですね、KNU の長澤千春じゃなくなるわけじゃん。はい、あ卒業してからの。卒業してからのソロ活動だからこれですよ。すごいです。これですこれこれこれ。そうですね。これ長澤千春ほら。だからこの KNU で活動するっていう、この KNU で活動するじゃない、ただの長澤千春になりますからね。やっぱそれがおすすめと恋愛白書。そう。これが一番可愛いんです。でこれ自称でしょ？自称ですけど、でもこれも可愛いですよね、一枚目。うん。これは相当ブサいな。それいいです。これはひどい。あれ変な風に修正されちゃったみたいな。これは逆修正じゃないですか？これ逆修正だと思いますよ。けどこれを出されて長澤さん来たら、ああ実物の方がいいですねってなるやん。これの場合はでこれが来た後にこれ ね、長澤さん来るの違うのみたいなってなるのかもしれないけどね。だからこのだから次は KNU の長澤千春じゃない、ただの長澤千春っていう名前で勝負していかないといけないからね。この3ヶ月来年のね前半はもうこれでどうなるかっていう長澤さんをちょっと注目をしていきたいと思います。なんかすごい 急にこの話になったからちょっとすいません、ついていけてなくて。そう急になりますよ。長澤さんは頑張ってくださいね。2017年ありがとうございましたね。長澤さん、ありがとうございました。2018年の前半まではその急に卒業までは長澤さんがいる予定です。お、いやこれ、ね、アイドル業界何が起こるか分からないんでね。いや分かんないですよ、急に何かが起こるか分かんないですから。なるほど、ね、そう、うんうん、つながってどっか行っちゃうかもしれない長澤さんも、うん、ラストアイドルあるかもしれない。ラストアイドルあるかもしれない。秋元先生、秋元先生の方になんか挑戦者ですって元 KNU みたいな感じで出てくるかもしれない。分かんないですよ長澤さんばっかりは、はい、アイドル業界に絶対はないです。油断しないでくださいね。はい、はい、というのもありましたので、じゃあ長澤さん2017年ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で俺 と、成田君は次週の、はい、2017年最後の方配信で、お別れと2017年、はい、お疲れ様でしたってことになります。はい、ウォントバーサスニードプレゼンツ BJJ ウェーブ橋村キアでした。ちーちゃんでした。成田さとしでした。はい、また来週お目にかかると思います。さよなら、良いお年を。